779年の京州地震は、779年4月に大韓民国京商道の京州市付近で発生した大地震である。日本で京州地震といった場合、2016年に起きた別の地震を指すことが多いが、779年4月にも2016年9月の地震の震源地に近い場所を震源とする大地震が発生している。 本校ではこの779年の地震について説明する。この地震の規模はマグニチュード6.5程度と推定される。三国式によると地震による被害は大きく、家が崩れるなどして100人以上が死亡したとされる。三国式にはこの地震について次のように記述されている。白木、恵美京十15年3月慶州地震京都地震、海民屋死者104人。 153-1三国式上記の記述を日本語に翻訳すると以下のようになる。3月の春に、慶州に地震が起き、百姓の家が崩れて死んだ人は100人を超えた。三国式朝鮮半島は、一般的に地震が少ない地域だと思われがちであるが、実際、古くから地震の記録があり、特に韓国の南東部では、比較的多くの地震が、 歴史的に発生している。韓国南東部には、遼山断層やウルサン断層など、比較的多くの断層が存在するという、ありがとうございます。